サンラジオ。こんばんは、ルサンカズです。前回に引き続きこう少し間を空けないで今日は、お送りしてみたいなと思います。タイトルを見て、お聞きいただいてるんじゃないかなと思うんですけれども、ゴールデンウィーク中ね、先週土曜日から、来週6日までですか、ずっとお休みって方もいらっしゃるかもしれないし、平日は普通に仕事ですよって方もいらっしゃるかもしれないですけれども、きっとね、少しお時間があるんじゃないかなと思いまして、少しね、なんかこう楽しんでいただければなと思って、録音してみました。で、先日4月の21日ですね、浜松の、ソロデビューの記念の日ですね。あの日にプレさんは YouTube のね、サポーターズ会員用に、プレさんサポーターズ向けに、配信を行ってまして、そこでね路地裏の少年を、演奏したんです。ちょうどリクエストもいただいたんで、我々も演奏しようと思っていたんで、そこでですね、本来はねサポーターズの方向けだけに配信をしようと思ってたんですけど、直前、撮影始めてからかな、カメラに問題が発生してですね、画像が横に向いてしまったというか、縦にしまったというか、ちょっと首をかしげないと聞けないような状況になってしまったんで、それを後でね編集して見やすいようにしたついでにね、普通に公開もしたので、もしよかったら、普通に、そのサポーターズ向けの配信をですね、特別、配信という形で皆さんもご覧いただけるようにねしてあるので、もしよかったらそちらで、路地裏の少年も歌、ちょっと画像もあるし音も悪いんですけれども、ダウンロードしたものを編集してるので、ちょっとねその辺のことは、音も画像も悪いんですけど、画像が悪いのは、我々を見るのにはちょうどいいかなとは思うんですけど、音質はねちょっと、残念な音質になってるんですけど、よろしかったらぜひ聞いてみてください。それでですね、その路地裏の少年についてちょっと語ってみようかなと思うんですけれども、おそらく、浜松ファンの多くはやはり路地裏の少年好きかなと思うんです。でもですね、意外にその人気はですね、どうなんですかね、皆さんはもちろん好きだと思うんですけれど、2009年のファンファンファンのですねリクエストの時にですね、路地裏の少年は52位だったんですね。なので、もしかすると他にね、ファンは他に好きな曲がいっぱいあるので、路地裏の少年でなければというわけではないとは思うので、その辺でねちょっと下位に沈んでしまったのかなって気はするんですけれども、販売数的にも、デビューシングルなので、浜松デビューの時にはあまり売れなかったので、そのデビューシングルの販売枚数も多分伸びていないんじゃないかなって思うんですよ。おそらく売れたのは J-BOY の時のバージョンが売れてるんじゃないかなと思うので、それと、どれを足して何万枚になってるのかよくわからないんですけれども、5万枚ぐらいシングルとしては売れているみたいなので、正直言ってファンはシングルを買うのか買わないのかっていうと、買わない人も結構多いんじゃないかなと思うんですよ。アルバム枚数に比べてシングルの売り上げ枚数はやっぱり少ないところがありますからね。だからシングルは持っていないっていう方も結構多いんじゃないかなと思うんですけれど、やっぱりいろいろ特典があったりとか、時々ね浜松のコンサート MC でもシングル持ってないんでしょうみたいな言い方をする時があるので、浜松に悲しい思いをさせないためにも、シングルもねなるだけ最近は買うようにしてるので、古いものもねちょっとずつ買い足したりとかしてるんで、ただいずれにしても CD なので、レコードではないんですけれど、
ちなみに一番最初に、ね、浜松ファンになった最初に買った自分が買った風を感じてのシングルがどこかにあるんですけれども、ちょっとそれがどこにあるのかわからないなんて思っていたら、知り合いが浜松ファンなの知ってる知り合いがそれをわざわざ買って持ってきてくれたりしたので、お店にですねそのシングルを置いたんですけど、残念ながら路地裏の少年ではないんですね。でいずれにしてもその、本題戻しまして、路地裏の少年が、これ浜松ファンじゃなくても実は結構路地裏の少年が好きっていう人はいるんじゃないかなって思うんですよね。で、悲しみ雪のようにがたくさん売れてて、それしか知らないって人かもう結構いるとは思うんですけれど、それとはまた別に、我々の同世代かもしくはもうちょっと上の世代の人でたまたまねその路地裏の少年を耳にして、その路地裏の少年が好きっていう、他の曲はあまり知らないんだけど路地裏の少年が好きっていう方はいらっしゃるんじゃないかなって思うんですよね。でこの歌が、なんでそんな風に、人の心を打つのかですね、気になるのかっていうことはですね、不思議なところがあるなと思うんですよ。メロディーがまず一つそういう郷愁感を伴うメロディーラインだと思うんですよ。なので、時代がシングルがですね、出た、デビューした時のその時代がもしかするとまだこの曲のそのイメージを、うまく伝えきれていなかったんじゃないかなっていう感じがするんですね。でおそらくデビューしたての浜松を聴いている世代っていうのは、浜松の年齢を考えると、同世代もしくはそこからちょっと下の人たちだと思うんですね。でおそらくその時にこの曲を聴いた人たちがこの曲をどういうふうに受け止めたのかっていうと、すでに多感な時期ではない時にこの曲を聴いていたんじゃないかなと思うので、で浜松はでもこの曲を多感な頃におそらくしたためていたんじゃないかなとも考えられるので、曲のイメージとかねそういうものだから、そう考えた時にはおそらくデビューした時の環境ではもう一つこう心に打たなかったっていうんですかね、聞いた人々が。でそれが J ボーイの時に、たくさん売れたってことは、その時には、その聴く層が浜松よりも若い世代、ちょうど、その曲を聴いてその曲のイメージにハマる世代が聴いていたんだろうなって思うんですよ。それが要するに今我々のアラカン世代ってことだと思うんですよね。おそらくだからその世代の人たちがこの曲を聴いて、すごく心を打たれてそこからファンになったっていう人たちが多いんじゃないかなって思うんですよね。もちろん、それ以前からファンだった方も当然いると思うんですけれども、おそらくその世代が、音楽をその多感な気持ちでその感受性が高いっていうんですかね、その頃に聞いて、胸を打たれたということなのかなって思うんですよね。もしくはその頃を思い出してってことですよね。歌詞に出てくる16から22までですよねのことが自分と重ねたって形ですかね、じゃないかなと思うんですよ。実際にはこの曲自体は23歳の誕生日の前日にですね書かれたというふうにも言われているので、22歳になっているのは、そのせいということなんですけれども、いずれにしても歌手の世界っていうのは浜松がその22歳までに経験したことを歌っていて、でその22歳までに経験したことを聞いた人たちもそれをイメージしてこの曲のメッセージを受け取っているんじゃないかなって思われるんですよ。すごいなって思うのは歌詞をファンの方が多分聞いてると思うのでよく分かってると思うんですけれど、
真夜中の、校舎の白い壁に別れの歌を刻み込んだ、そんな経験のある人がどれだけいるのかっていうことがまず一つありますよね。で、まあ、ハーモニカだって、まあ、この時はブルースハープではなくてハーモニカと言ってるので、ブルースハープの可能性もあるかもしれないですけど、普通のハーモニカの可能性もあるし、で、まあ、我々の世代だとハーモニカをそんなポケットに忍ばせてることもないと思うんですよ。で、浜小世代になると実は僕の知り合いもハーモニカ吹く人がいるんですけど、まあ、ほぼ浜小と同じ世代の人なんで、で、まあ、その世代の人だと、ハーモニカっていうのは、身近な楽器の一つなので案外ですね吹かれる方が多いんですよ。なので、まあ、そこは実は我々とだから噛み合わない部分があったりすると思うんです。で、校舎の白い壁にその別れの歌を刻み込んだっていうのも、学生運動の頃の世代の話だと思うんですよね。だから校舎の壁に結構落書きではないですね、いわゆるその頃に大学の校舎とか見たことがある人ならわかると思うんですけど、まあ、縦看とかいろいろ校舎にいっぱい書いてある あったんですよ。で、そういうもののイメージなのかなと思うんですね。今の我々が思い描いている校舎に書き込んでいるものとは違うと思うんですね。で、そこからまた歌手は進んでいって、18歳で、横浜の話をしているところでも、古ぼけたフォークギターというふうな言葉が出てきますけれど、古ぼけたフォークギターも、多分ですね、我々のやっぱり世代になると、アリスだとか、松山千春さんだとかいわゆるニューミュージックの人たちが出てきて、古ぼけたフォークギターでもなくて案外新しい新品のギターなんじゃないかなって気がするんです。身近にあるものは、もちろんご兄弟がいて上のお兄さんとかお姉さんとかがいて、その人がギターを持っていればもしかすると古いギターがあるかもしれないですけれど、これもだから浜小の世代になれば、そもそもギターも何か理由と目的がなければそもそも家にはギターがないし、もしあったとしても確かに古いギターの可能性もあり得るので、でもただフォークギターなんで、やっぱりその当時ね、拓郎さんとか聞いていて、そういうその影響を受けてなければなかなかフォークギターも手元にあるっていうのは意外にっていう気もするんですね。そもそも浜小ファンでもギターを弾かない方は当然多いはずですけれど、やっぱりこれを聞いてなんかやっぱり自分もギターを弾いていたんじゃないかというような、錯覚を持たせるぐらいですね。そのフォークギターというキーワードがですね、で、風に吹かれてもボブ・ディランのその風に吹かれてを聞いたことがない人もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、この辺もですね、意外に知らなくても、ボブ・ディランが風に吹かれてを歌ってる姿を知らなくてもなんかこう心に染みてくる部分があるんじゃないかなと。で、その後の歌詞の下りを見てもやっぱり学生運動の匂いがするので、この辺もですね、やっぱりちょっと今のアラカン世代の我々とは若干ずれるところなんじゃないかなと思うんですね。で、J-Boy バージョン、21歳の、下りの部分ですね。そこは割と共感を生みやすいところかなっていう気もするんですけど、ただやっぱり首都圏に住んでる人間だとふるさとのお母さんにやっぱり手紙が書かないような気もするので、これはやっぱり地方から都心に出てきた方なんかは気持ちがですね、よくわかるんじゃないかなと思うので、これはあんまり世代間は関係ないかなって気はするんですね、ここの部分は。で、その後最後のところですね、最後の、サビの部分ですかね、22歳のところですね。で、ここに関して言えばどの人が聞いても共感できる部分じゃないかなって思うんですね。だから家出もしなかったし、
そして、校舎に字を書くこともなかったし、まあ、黒板は別ですけれど、それからまあハーモニカも吹かなかったし、そしてギターも弾かなかったし、まあ、ボブ・ディランの風に吹かれても知らなかったし、っていう人でも最後のところですね、ここで全てが腑に落ちる感じなんじゃないですかね。だから前半の部分、その手前の部分まではある少年の物語として、まあ聞き入っていくわけで、特に、まあ、浜松ハーモンだファンならば浜松のことを思い浮かべながらだと思うんですけれど、でもそれをやっぱり歌って聞いているうちに、やっぱり自分の気持ちのどこか共鳴する部分と、うん、重ね合わせてくるんじゃないかなと思うんですよ。そしてその最後がやっぱりですね、誰のことでもない思いをですね歌にしているんですね。だからそう考えると、そこまでの部分は本当に浜松がもしかすると16歳から20歳までのことを思い返しながらですね曲を作った、もしくはそういう曲の、まあ、作詞のメモじゃないけれども何かがあったのかもしれないですよね。ですけれど最後の22歳の部分は本当に録音に入って最後の部分を書き上げたんじゃないかなって思うんですよ。でここの部分がおそらく最後に、多くの人々の共感をですね生んだんじゃないかなと思うし、まあもちろんファンはここにやっぱり腑に落ちるっていうんですかね、最後にいくじゃないかなと思うんですよね。だから歌ってなんですかね、すごくまあ冷静にですね受け止めてしまうと、まあ、自分の気持ちと共感しない部分とか経験したことない部分っていうのはたくさんあると思うんですよ。でも、その中のワンフレーズですね、ワンフレーズが心に留まればそれはその人の歌になっていくんじゃないかなって思うんですね。まあ、記憶に残る歌っていうんですかね、心の中に残る歌っていうんですかね、そういうふうになっていくんじゃないかなって思うんですよ。だからまあ曲を作る側っていうのは、それを経験に基づいて書くこともあるでしょうし、まあ作詞家の先生なんかそういうことを計算して狙って書くのかもしれないですけれど、まあシンガーソングライターっていうのはそこに自分の気持ちを込めながら、作って歌って、でその共感をですね多くの人に評価してもらって、そして売れていくんじゃないかなって思うんですね。なのでまあ自分も曲を作るんですけれど、まあなかなか自分の内面が出てくるような部分もあるので非常にこっぱずかしい部分もあったりはするんですね。特に失恋の歌なんかは。なのでまあ浜松もよくこれは俺の歌じゃないけれどねって説明をしてますけれども、まあ、その辺はですね非常によくわかるところですね。まあ、作詞家の先生でなければやっぱりどこか自分の経験に基づくか、もしくはやっぱり自分そうですね自分の思いついた頭の中にある言葉なので、いずれにしてもその内面性がやっぱり問われるところだと思うので、やっぱりまあ言い訳をしたくなるのはよくわかります。なのでまあ、歌をですねたくさんの歌が世の中に存在するし、まあ、浜松の歌もたくさんあるわけですけれど、まあ、皆さんねそれぞれ、心に響く心に残る曲というのはどこかですね心の中にとどまる言葉っていうんですかねがきっとあるんでしょうし、まあ、それからですねやっぱりそもそも琴線に触れるようなメロディーラインっていうのがあって、そしてその心の中にとどまるキーワードがあって初めてそれぞれのですねマイフェイバリットソングができるんじゃないかなと思うんですね。ですからこの路地裏の少年、まあ、多くの人の気持ちにとどまるのはストーリーがまずあって、そのストーリーに共鳴共感をして、そして自分が経験したことが全てではなくてもその情景が、最後のフレーズのところで
多分ですね、自分の中にも落とし込める、そんな感じなんじゃないですかね。まあ、非常にですね、デビュー曲にもかかわらず非常にいい歌だなと思います。まあ、なんでこれが売れなかったのかって考えた時に、やっぱりですね、ちょっと時期が早かったんだろうなって思いますね。まあ、要は浜松の世代とそのメインのファンになる世代とのズレがあったということじゃないですかね。やっぱり同世代に受けるアーティストっていうのはデビューと同時に売れたりするんでしょうけれど、どうしてもそのメッセージが自分よりも年が下の世代に伝わるようなアーティストだと、どうしてもそこにタイムラグはできると思うので、まあそこら辺は難しいところだなと思いますね。尾崎豊さんなんかは同世代に訴えかけるような歌詞とメロディーだったんで、デビューしてすぐに爆発的に売れたわけですけれど、ちょっと浜松の場合はそこにズレがあったということじゃないですかね。ちなみにですね、ジョイサウンドさん、カラオケのね、ジョイサウンドさんの、浜田省吾人気曲ランキングというのがありまして、それをちょっと見てみたら、路地裏の少年が第10位にありました。ちなみに第1位はもう一つの土曜日ですね。なので、まあ、CD その売上ランキングとは別にカラオケやっぱ歌いたくなる歌として、まあ、人気があるということじゃないでしょうかね。で、男女比があるんですけれど、ここに、男性が 63%、女性が 38% なので、まあ、6対4ですね。男性6の女性4というようなですかね。でなおかつですね、男性は、メイン層が50代となっているので、次が、60代ですね。まあ、ここで捉えると案外そうですね、これ何年のデータなんですかね、ちょっとそこが今書いてないんでわからないですけれど、50代60代の方が、まあ、人気、まあ、要はやっぱりアラカン世代ってことなんですかね。60代って言っても多分前半だと思われるし、50代ももしかすると後半なのかなって気がするので、まあ、50代と60代と合わせると8割ぐらい、もっとかな、9割ぐらいを占めるような感じですね。で女性も、女性の場合は60代が半分以上占めてますね。で、50代の女性は、15% ぐらいかな。なので、まあ、こちらも両方足すとそうですね、7割ぐらいか、7割から8割ぐらいをアラカン世代が占めているという形なので、やっぱり先ほどお話ししたような浜松よりも、やっぱりちょっと下というか10個ぐらい下の世代っていうんですかね、がこの曲の人気を支えているようですね。まあ皆さんいろんな曲が好きだとは思うんですけれども、路地裏の少年どうでしょうか。ゴールデンウィーク中にどこかカラオケで歌ってみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、自分もねこのあと、オフ会がありますので、オフ会で皆さんと一緒に路地裏の少年を歌ってみたいなと思っています。今夜もフルサンレディオお付き合いいただきありがとうございました。また次回楽しみにお待ちください。プレサンカズでした。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。